エレオノーレフォニエスター・ライヒは、オーストリア大公家の大公女。新生ローマ皇帝フェルディナント2世の妹。うちオーストリア大公カールとその妻で、バイエルンコ・アルブレヒト5世の娘であるマリアアンナの、間の、第9子、6女として生まれた。両親は、実のおじとめの間柄だった。カール大公夫妻の娘たちには、ハプスブルク家の生員に、 特徴的な突出した下唇の僧帽が顕著に現れた。エレオノーレは気まぐれだが優れた知性の持ち主だった。また幼い頃に天然痘を患った影響で極端な巨弱体質だった。エレオノーレは姉グレゴリア及び妹マルガレーテと共に同族で年齢の近いスペインのアストリアス公フェリペの花嫁候補となった。姉妹たちの肖像画が マドリード宮廷に送られたが、エレオノーレは一度として有力な候補者とはみなされなかった。フェリペは最初にグレゴリアと婚約したが死別し、1599年にマルガレーテと結婚した。次に提案された何人かのイタリアの諸公との縁談も成立しなかった。1607年、不幸な結婚が破綻して実家に戻ってきていた姉のマリア・クリスティーナと共に、 おば、マグダレーナが開いた、春女子修道院に入った。巨弱体質は、昔のままで、晩年には失明した。1620年に死去し、春のイエズス教会に葬られた。ドイチェンギゼ,ゼルシャフトフュアラッスンハイジーン、アーカイブフュアラッセン、ウントコセヨシュフ,フェッツ、ビーラギー、アインスクローイエスビックラッセン、ウントコセヨシュフ,フェッツ、ハイジーン、バンド8。 S779 S ディジタリサットハットカールアショムクンストウントガイストスウィセンシャフトンアオスグラーツバンド2ボールオバーラグウィーン2009 S88 ジャブクファーイロッピシャゲシヒテ2007バンド8オルデンボーグウィスンスチャルファツバーラグ2007 S35 ディジタリサットありがとうございます